まだゴッド童貞なんですよね。俺も。ああやってる。まあもう一旦ね。あいつまで立っても引けない。くそ。くそまみれの。くそ。くそまみれの名誉ロードじゃないですか。くそまみれだった。5回、4回、4、5回、アナザーレジェンド、ハーデス、あとあれ2回か、ブス2回か、なんかブスってなんか身の回りの人みんなゴッド少ねえんですけど、たまたますかゴッド引けてないってこと。あの天井の、俺は天井行ったことないんであれなんですけど、なんか嵐さんとかそのクリさんとかの話聞いててもゴッドの割合少なすぎねって思うの、あれこの身の回りがたまたま変えたよってだけでいいんすか。あの全回転で、はい、やられてんのかな。1対1っすよね。俺たち全員クソまみれの可能性もあるからね。何とも言えないよ。あ、それに関しては。あ、そうそう、当たんだろうなこれ、多分意味わかんないもん。ほらほら、だからやっぱりそれは多分いい台、うん、悪くないんですよね。これ意味わかんない時に意味わかんない演出出たら当たりますよ。うん、なんか諦めてるよちょっと、なんか何かを意味わかんない時に意味わかんない演出出たら当たる。出た理由がわかんない。脈絡がないやつね。そう、脈絡がなく強い演出出たら当たる。ダラスタダスタダス。219ゲーム、まあ、悪くない台なんだろうなきっと。僕のこれ悪くないのかなっていうやつ座った時こそゴッと引かなきゃダメなんですよねきっとね。そうだね、まあ悪い台はもう天井でなんとかするっていうね、ロードがあるからね。70ゲームと、なんてだろうな、一撃というか出玉の方も演出の方もちょっとそういうのに頼りすぎてる感はある、うん、64無活しますよとかさ、はい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 、天井行ったら全回転ですよとか、うん、そういうんじゃなくても出たじゃんね。そう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 、出玉もさ、これだから天井全回転分のペイアウトを中に散らしちゃった場合かなりまともなゲームバランスになったんじゃないかなって思っちゃうんだよ。どうしても一撃5000枚にとらわれちゃったようにしか思えないんだよな。5000枚出さなきゃ一撃、おい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 、ついにかついにかついにか、ちょついにかついにかついにか、あ、来た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 、来い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 、はい、あら、5000枚出さなきゃ一撃、おい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 、ついにかついにかついにか、ちょついにかついにかついにか、あ、来た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 、来い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 、はい、あら、引いた、出た、引いたぞ、引いたぞ、引いた、初か、やっぱいいねブラックアウト、冥王ロードでしたね。つながったっす、これ完成したよ、うわ、自分でつなげたよ勝手に。あ、ここも消えるんだね、勝手に自分でつなげたじゃないですか。すんで、ね、うわ、いやいいですね、うわうわうわ、いやいいね、素晴らしい、イエス来たイエス来た、俺もイエスしよう。よし飯行こう、これでうわー、どやり席来た、どやり席しませんよさすがに、それは、あ、でも初ゴッドだから取っとこう、素晴らしい、もう二度と引けないかもしれないし。さすがですね、やっぱ熱弁してただけありますね、冥王ロードに対して。はい、まさか自分でその先を舗装工事するとは思いませんでした。クソまみれだったの。いまーす、あー、今1ゲームは狙ったんだけどな。いや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 、いいもん見た、
でしょ、はい、かっけえな。うおー、来た、天空の城、かっちぇえな、これ。いや、やっぱこのステージとか見ちゃうとね、うん、あ、打っててよかったなって思っちゃうんだよな。しかもめっちゃいいタイミングで弾きましたよね。もしも消化し終わった後弾いていくのと今弾くので話全然違いますもんね。全然違うね。最近本当に、まあ、これが伸びるか分かんないけど、弾けるときは弾けるんだよね、本当ね。弾けるときが多い。当たり前なこと言いましたけど急に。今間違えたと思ったよ俺も。ケラト、あ、初めて見た。チャンスイガネ、初めて見た。チャンスイガネ、初めて見ました。タナトスグリスだ。行きますよ。ちょっと気になるよそれ。ちょっと行くよ。もう300ゲームかける64行きますから。俺頼む頼む、見せて。300ゲームかける64だから1万9000ゲーム乗っけますよ。何引いたんだろう。うわー、あ、そうなんだ。そうなんだ。うわ、50がタナトスですって。最低100、最低100だ。おら、どうする、行かなかったら煽りだけ。それはなんでってなる。さすがになんでってなる。でこの後さ、ま、この後なんかまたあるんでしょ、はい、レバーを叩いてくださいみたいな。この辺出るんですよね、なんかね。あ、終わってる。終わったー。100か。 あのなんかもうあの画面出ちゃったらダメってこと。ダメなんですかね。僕も初めてやりました。僕も初めてちゃんと見ました。さあ、ひとまず最初のハーデスとボット分消化です。さあ、というわけで591枚。じゃあいきますか。はい。じゃあ僕はジャッジメント1つ目。私は普通に終わりです。はい、よし。ハーデス引っ張り出すぞ。いや、見してやってくださいよ。俺ハーデス得意だから。さっきね、さっきやったばっかりですけど。そうだね。あ、来た。おー、もう足が出るように見せてなんだ。なるほどね。ケルベロスの足が出ちゃったらケルベロス。あー、なるほどなるほど。おい、あ、今、え、あ、遅れか。叩いてみて。いや、え、いや、多分なってない。エース出てました。いや、わかんない、こっちもうそっち見てました俺も。あ、来た。おお、足が出るように見せてなんだ。なるほどね。ケルベロスの足が出ちゃったらケルベロス。ああ、なるほどなるほど。おい、俺も一緒にハーデスやっちゃうから。ああ、いいよ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 。カモンカモン。何がなんすか一体。俺がハーデス得意だってところ見せるからね。20ゲーム消化して1回も取らないってことはね、人類史上ないから。こんなことは今だかつてないない。あったとしたら俺フロンティアで、フロンティアスピリッツに乗ってる。開拓者精神ね。ちょっとカットインどこ行ったんだよ。おい、そまみれだよ俺のロード。本当に。もしもし、うん、もし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 。そんなことないじゃん。20ゲーム消化してガセカットインの弱い方1回って何なんだよ。あーあー、消えちゃう、消えちゃうんですね。何をやったらさ、100だったらワンワンでもいけるんだよ、ちょっと頑張ったら。どうしたの、何をやってんすか。4600枚出すチャンスだよ今。4600枚出したってそんな勝たねえんだから。対してさ、そこなんだから結局。そうなんだよ、ハマった時に出さないとね、ないことになっちゃうからね。そうなんですよ、忘れちゃったってなんか。一回生産しようって。しかもこっちの了承を得ずに。いいも悪いも減ったくでもないよ。そうっすよ。なんだこれ、あ、多いね、特殊リップ。特殊リップか。お、続いた？続きました。チャンス？もう一回。あ、ゴー！カモン。よーし。おめえ。ほい、ハーデス。32ゲーム引き戻しです。得意のハーデス見せてよ。見せつけましょうか、私が。ちょっとお願いしますよ。
っこいいんだよなこの台。かっこよさはありますよね。おら、来た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 、まあ、ちょっと得意めのやつ見せてよ。ペルセッパーをね、カモン。よし、いいですね。わーわーわー、ずりな。僕得意なんで一言も言ってませんからやっぱやる前から得意宣言まずいですよ風呂敷は広げちゃダメってこと、はい、この戦争にから帰ったら俺結婚するんだと同じ意味洋画でよく見るやつ、ね、うわすごい、嘘でしょ、イエーイ、嘘だイエーイイエーイ完全に調子乗ってる、はい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 、うわコンボ付き、よっしゃー、グッコングッコンボ。ここ色変わるの？変わります、青。あそこが変わるんだ、はい、うなるほどね、復活あるよね、僕まだ見たことないです。今回もあるのかな、復活したら何杯以上みたいなのもあるのかな。あーない、え超出るじゃん。いや超は出ないっすよ。いやいやいや何おっしゃる、本当っすか。あれ俺どうやって当てた、結構は、いや普通に、普通か、そんなハマってないか。いや得意だね、あもしかしてペルセッポの得意、得意じゃないですよまだここまで行ってようやくちょっと得意かもなって。嘘だよ、人並みでって、人並みですよ、来た来た来た、得意だって言ってよ、オラも得意だ得意得意の話するの、オラもあれ得意じゃなかった、いやあまあまあでしたね、300、いやーオーケーオーケー、大きいよね300、3倍取られちゃったよ、よし上出来だ。俺今度アニカツさんに会うからさ、はい、あさってかな、ええ収録でね、はい、もう大丈夫だって乱用してることを話した方がいいかな一応断り入れといた方がいいんじゃないです か、今まで一回も何にも言ったことないんだよ使い始めてから、さすがに、よそから耳に入るよりは、そうだよ、ね、激怒されたらどうしようそしたらもう大丈夫だって言ってやるわすげえ空気悪くなんだろうな多分、ありがたな、そんなに怒んなくてももう大丈夫だ殺してやるってな殺してやる別にありがとうとも言われないだろうけどさ怒られはしないで、こんな人じゃない。おおお、これはあー、オペルさん、得意なチャンスもしかしてちょっと待ってちょっと待ってって俺何も今言ってないだろもしかしてですけど、じゃあちょっと待って、1ゲーム目にそれは得意なんじゃないですか、俺は。いやいやいや、ちょっとナチュラルにやってんですから、こっちはね、もう初心に帰ったんであーやべえ、あー消えちゃう、でしょうが消えるもん。いや大丈夫ですよ、1ゲーム目だもん、だってうわいやいや、まだまだで僕なんか全然です、奥いそうだなちょっともっと自慢系に叩いてるもん、やっぱ修行させてもらってる身ですから、怖いもんなしみたいな叩き方してますもんねやめろやめろよ、一回で終わっちゃうじゃないか、そんなこと言ったら頼む、うわほらまだまだ、いやだまだ結局全部100ゲームじゃねえかよ全部100ゲームになっちゃうよこのままじゃ、あーあー戻したい、あーでもあー何やってんすかずっと100だよ、せっかくコット引いたのに、そうだよ、これじゃさ400ゲーム350ゲームまで終わっちゃうよ最低、見た目だけめっちゃ豪華なのに全然ゲーム数持ってないみたいなさあ最後
うわフラッシュバックない。おーおーこれか。出血大サービスだ。三のとかジャッジメント4回やって3回半ですか。得意なんですよブレイク。言うなってもうなくなったんだからその1回クリアしたんだからもうやだよもう。1ゲーム目にカットに引くと思いますよ。いや僕はもう一平卒ですから。もう本当新たな気持ちで。新たな気持ちで。危ねえ危ねえってなんだかよく分かんないけど。新たな気持ちでやった方がいいですね。はい、新人としてね。気持ちね新たにやってきますんで。はい。おーよいしょ。そうこれだよねこれ。やっぱ大事っすね。大事。謙虚な気持ち。謙虚な気持ち大事だ。大事。揃ってからやっぱ話しないと揃ってもいないのに俺得意だよみたいな。青カットに見て俺得意だよみたいな。なかなか外れカットにいっくりで。ガセ青のガセ。弱カットインで得意。それはダメでしたやっぱ。ちょっといけるはずだよ。お、来た。来た。ロック。ああ。ロックは大丈夫。ロックなくてもいけるところを見せてほしい。ああマジか。まずい。非常にまずい。非常にまずい。ああ、くそが全然やれてね。全回転引いた、その直後にゴッと引いた方ですよね。そうですね。そうですよね。2000枚出せないで終わりそうな雰囲気がすごい漂っております。ほとんど俺と持ってる枚数変わんなくなりそうなんだけど。でもプラス息だ。え？だった。はい、僕2万3000円しか使ってないです。うわ、ずり。何が冥王の音だよ。早く当てた方がプラスになるんだ。まだ朝一であるんだよな。チャンスだと思ってるんですか、まさか。チャンスですよ。そうそう、まあ、とにかくかっこいいんだよ、いちいち。2000枚で終わりか。ゴッドだけで2000枚ぐらい。こんなクソまみれロードでしたね。プラスになんなかったよあれだけいろいろやって。きついのきついの。でもこれはまあ俺の責任ではあるからね。あれだけチャンスもらっといて。振り分けはこれでもかっていうぐらい贅沢でしたもんね。でしょ。それでこの低たらくですから。2万は負けてないか。でも1万は負けてるな。こんだけやって1番負けんのか。あ10ゲーム。言うな言うな先に。その音すげえでけえんだよな。大変なもん引いたんじゃねえかと思っちゃう。大抵10ゲームなのに。なんねえよな。ラストフリーズ消えちゃったな、ランプ。ヘルグレイブ。ヘルグレイブ。冗談転廃。あ、よしよし、行くじゃなかったです。それ終わるとき必ずあれですよ。左中の偶数が同じ数字です。あ、そういうことなんだ。はい、これは初めて知った。思います。私ヘルグレイブめちゃくちゃやってるんで。ヘルグレイブマスターは、はい、そういう風に知ってるわけね。お、続いてる。お、お、3回、もう1回続け。あ、チャンスではでも頼む。よっしゃ、戻した。この台得意なんだよ。うわー出た急に。2000枚で終わったくせに。まあここからはちょっとな、お散歩天国だな。
ワンワンとの。でも 25% でしたっけ、 25% がフェルセットですよね。そこは、そこは4回に1回戻せればか。お、ああ、設定2以上2でもないのか。ケルベロスの画面ってどんなでしたっけ。あ、これか。そうそうそう、それそれ。あ、ここから始まった。エーディニュース。ちょっと高設定の可能性が出てきた。なんだよ。何言ってんすか一体。いや、ちょっとここ設定差あるでしょ確か。高設定の可能性が出てきたって。まだ通常時に初当たり一回も引いてなくて。あー、そういうこと言うんだ。天井とヘルグレームで2回当てただけで何が高設定の可能性が出てきた。あー、言っちゃったよこの人。そういうないですよ高設定の可能性なんて。もうひでえな。人を人様の代に対して何てこと言ってんの。朝まっすぐ天井まで行ってて何言ってんすか。本当にひどいこの人は。がっかりしたよ。こっちのセリフですよ。がっかりしたのはエリジス1回見て、あ、高設定の可能性が。嵐さんでも言わないですよ。あれだけパチスロに対してポジティブな男が、はい、嵐さんでもそんなこと言わない。嵐さん上手いふりするんだもん。だってパチスロ勝ってるふりするんだもん。出てるふりで、ね、負けてるくせしやがって。勝てるわけないじゃないですか。あの挙動で無理ですよ。勝ってる感出す。お、はい、どうだ。だって天井の線、お、赤だ赤だ。天井の1400ゲームのペルセプロで50ゲーム投げつけられた後に、20ゲームとか30ゲーム上乗せしてありがとうございますって言ったんですけど。何言ったんすかと。目を覚ましてくださいよ。なんだろう、でもどんな道を歩んできたのかなって思っちゃうな。よっぽど不幸な道を歩んでたのかなって。なっちゃん2回はダメだよ。2回はダメだよ。最低10とかあるの。何度ないんだ。何度。ヘルゾーンってどうやって当たるの。分かんないっす。やっぱなんか引かなきゃダメなのかな。いや、僕は引かずに当たったこともありますけど。お、2回も入るなんて優秀だね。わお、青はもう初代ですら50分の1ぐらいでしたもんね。俺はゴッドが引きてえんだよ。でもゴッドに固執してる時ってゴッド引けないんだよな。そうだ。あれ、すごい引くじゃん。ロングイエローイエローです。全部制覇じゃん。全色制覇。全色制覇。あ、うわー、きたー。青い。こんな色でしたっけ。いや、それして初めて見るぐらいだから。俺も初めて見ました。青なんですけど、なんかあんのかな意味。外れんの。青だったら何が起こるんですか。青だったらやっぱり犬だよな。あ、中高さんがちっちゃ。青が犬、黄色がペルセポね、赤がハーデスですか。じゃあ犬が出てくるんですか。じゃあ色つけなくてよかったっす。じゃあ色いらなかったっす。ダダス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 。結局かい。え、青にしか光んねえのかな。光らせたことがねえから分かんない。僕も初めて光りました。70ゲーム。うわー、お、エリニス高設定の期待度少しアップされてます。282枚。あ、2台あるから、あれ1台だけ端の台打たれてる。打たれてない。あー、打たれてないです。ゼロです、はい。じゃあ2人で揃って打って違う機種打ってもいい。いいっすよ。